疲れ様です。なんすかこれ。これなんすか。なんか下出れるみたいな。相撲してみる。一回。ただいまー。あー、お前らも。お疲れ様です。お疲れ様です。あれ。あれ。あれ。で、花子花鬼あれ。しかもカメラ回ってるの台数3台っていうこのちゃうねんって。あれでもカメラが固定されてる。おっそうなんだ。これメンバーあどこ行くんや。どこ行くんや。はいはい、俺らはここで出し続けなあかんのかな。ええ、お前出てくんや。なんか出た。でも激気象や。なんや、なんやつ。ゲーム皆さんはゲームスターとか絶対皆さんはこの部屋に監禁されました。こういうパターンちょっと多いな。からのある条件を達成しないとこの部屋から脱出できず、明日のファミリーも出ることもできません。それはあの花尾さんにちゃんと許可取った。マジで終わっとる。その条件とはこれすごいとか一番大事。めっちゃ今の沈黙めっちゃおもろい。共通テスト900点。無理やって。ゼックゼック。え、ってことはこれ満点企画にルントが加えられたっていうこと。まあほんまや。まあ、そういうことになります。ほんまや。解いてもらうのは2022年度第2日程5評価7科目。先生クソ難かったのか。普通にやると大変なので今回はハンデとして回答の再提出が可能です。おお、熱い。なるほどね。激熱。なるほどね。あ、間違えたとこ。さ、一発で無理よな。そりゃそうだね。この部屋のどこかに問題が隠されているので、それを見つけして解き始めてくれ。解き終わったら棚の買い取り押し入れに答案を入れるように。それでは健闘を祈る。よっしゃ。棚そばやんか。棚の買い取り押し入れたら絶対扉からニュッてあいつ出てくるやん。あ、終わった終わった終わった。あ、そういうことやな。スライドショーの最後です。クリックすると終了します。それはあのめちゃめちゃパワポで作ったのかな。ありました。ちょっと思ったよりデカすぎてさ、イグこれやと思わんかったわ。大量のペン。なんでビリビリに回ってんねん。ちょっとありがとうございます。地球の敵やわ。いや、マジでさ。いや、ほんまにな。全部再生紙やんな。再生紙やで、どうしますか。作戦としてはどうするのが一番満点取れるかって考えたら、で、まあ数学はキムさんが2個やった方がいいっすよね、うん、僕はもう英語をリスニングかリーディングかどっちかよ。いや、だから俺ゆっくりまずあの確かに現代文。それはあり、それはあり。こうじゃない。次には一緒にやろうか。そうっすね、一旦激気象やな、これ。いや、マジであの激気象が流行りだしてからこれ以上に当てはまるタイミング。世界で一番激気象。世界で一番でも激気象の使いどころここや。そうそう、それで匂いが出ないですもん。じゃあ始めましょう。始めます。あ、ボブからメールが来てます。知らねえ。どうでもいいどうでも良すぎ。マジで、ここの最初から分からん。マジで丁寧に。もう国語なんよ、鬼門は。もう分かってんねん、満点曲取ったから。え、ごめん、解けへん。おい、え、そんなことある。おい、え、なんで計算合わへんねんけど。そんなことないよ。以下の問題を解説になったら必要に応じて33ページ三角形の表を用いたので材料変わるこれ。やってるってこれ、マジで。これスンさんからボイスメッセージが来てますけど、聞いて。これからリスニングテストを。なるほどね。なるほど。そういうことか。そういうことか。すいません、おたとりに出ししてみました。朝はいっす。何やないっす。全然出ししていいらしい。ノルウェーの刑務所。そうだ。それ非常にまずい。俺1時間ちょっと神戸しかやってない。おい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 、もっとやばい、おいおいもっとやばい。次はこれはちょっと別室でやりますか。別室とかないよ。こいつさ、ほんまアホなんやけど。別室行ってんねん俺。お前どこ行く。お前そんなとこでできひんやろ。あ、ドラえもん。チービスを派でやる。お前さ、そこの20点めっちゃ大変そうだ。
お、なんか出てきましたね。お、え、またこのスタイルかい。皆さん、回答お疲れ様でした。お、はい。お、ねぎらってくれるんですね、このこっち込めてる人。それでは点数を発表いたします。うわ、得点は来い720だな。何やってんの。どうなんこれ。高くはないな。まあまあ、全然高くないな。なるほど。それでは皆さんとさらなる検討を祈ります。でもさ、国語がさ、0点だけねえんか。多分言ったら100点ぐらいあると思うね。ね、どうでマイナス100ってさ、どっかでマイナス100してるんや。マイナス80、そうだ、82か。そんな差が引いてんのか。チリが意外とね、80点とかで、マイナス20とか。あ、まあ、チリとかは、あ、チリは全然あると思います。じゃあ、俺、現代文見ようか。確かに、そうだよ。俺らで科学と地理をもう一回見ますか。どうしよう。はい、で、キムさんが物理見てて、うんって思ったのを一回ルートで確認しようよ。それ英語だ。ここは20年で。なるほどね。タツさん、これ何ですか。オーナイ。なるほど、まあ確かに2か3か4か1か5か6ってもう全部じゃないですか。分かる、分かる、分かる。下に落ちようとするのを防ぎまくってると、まあ垂直抗力が働いてたけんやんか。さらにさ、こっちに慣性力が働くんやったらさ、こいつは増えるな。増えるよね。増えるな。なんか、こんな感じだったわ。これ増えるね。増えますよ。引っ張ってるから、人が仕事されるんじゃないの。うん。いや、いいでしょ。期待が来ても、そっちからね。引っ張ってるんじゃないの。引き学初心者いる。シンプルに読んでないって。何もついてない。俺の心違ったよ。え、そんなことあると思いながら。これで数字さんだったらどうするよ。ダダーン、皆様、はい、さらなる回答お疲れ様でした。はい、それでは点数を発表いたします。はい、はい、得点は159点。めっちゃ上がった。41点上がったで。物理やか。で、直したんだって。物理と地理、地理、国語も結構直しました。結構直してこんだけ。いや、これちょっとヤバいんちゃう。もうだって俺らができることはもうやったねんだ、言ったね。おっ、来た。おここで特別に各教科の点数を教えます。マジこれでかい。でかい、マジ。英語リスニング90、あ、リーディングか。リーディング91点。はいはいはい。89点。いや、絶望だやけど。それ国語154点、地理86点。やば。はいはい。1位93点。おいおいおい、すいません。おい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 、すいません。物理はさすがに満点でしょ。俺らだいぶ直すよ。やばい、どうなってんの。すいません、すいません。どうなってんの。バカ。物理67点。いや、もう、おっと、待った、ファックだ、これ。マーキミス。タッチは、お出しください。100点です、もう、これは。もう。はい、100点。え、何100点?科学100点。さあ、科学やっていきました。おい、マーキミスしてた。でもな、1点で間違えてるとしたら、相関係数の不安と思うへんねんけどな。もうなんか、俺の卓越した計算機器の計算機一切使わない。おっ、来た!おっしゃ、満点!イェー!おっ、おっ、来た!何?急に合うやん。ちなみに物理は最初57で、2回目67。やばすぎー。57やばすぎー。まんべんなく全部違います。なんでなんでご自身に。だる。お前、どうしたの。だる。だる。マーキングミッシングしてる。マーキングミッシングしてる。これ合ってるんで絶対。はい、100点。悪い。バカバカし。あかんわ。俺らで食べた。マーキングミスとか疑った方がいいかもしれない。いや、これマーキングミスイングあるで、これ。はい、ここ、え、ちょっと待って。終わった。彼との点数が変わらんってことは、両方間違っとるってことやな。おもろいそれ。おもろいそれ。わからんもん、これ。全部言ってること一緒やし。そんなわけないね。そんなわけない。おい、100。わあ、きた。チリチリチリ。とことは、これは4で合っていくってこと。100。おい、ここかよ。え、つかんない。
満点だー。4も合ってるね、さすがに。フラグやん、絶対さすがに点数問題間違えんめちゃくちゃフラグやんけど、大丈夫そうこれ。ケンさん、なんてですか。15点はい、はーい、はい。え、でも、絶対最後や、絶対絶対行くわ、最後やんじゃん。でも、おかんが言うには、先生問題絶対行くわ。現時点の得点は900分の896。やばい、秒読み来てる。結局最後に物を言うのは計算ミスなんや。スニビンの713です。いやどうだよな、池さん、どうだよな。どうだよな。100点終わった。運命の戦いやったな。きちゃーということで、開始から9時間ぴったりやな。よっ、やりましたね。割と短い時間で終わりましたね。あ、ちなみに空を試乗から45時間もなぎってくる。あ、まあ確かにな。だってキムさんが計算ミスしてるからね。あ、計算ミスすんの。ごめんなさい。いや、企画段階のよ。はい、ということでね、共通テストもう引退や、引退、はい、改めて実感したというところで引退です、ね、関根サークル共通テストから卒業します。まあまあまあ、それで関根サークルはどうかしらんけど、このメンバーは卒業したい気分って言われます。いやここまでやってきて最後間違えるの引き算やから。2桁引く、1桁の引き算すごいね。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、改めてですがよろしくお願いいたします。お願いします。それでは皆さん、さよなら。バイバイ。